フランシス・レブロン・ベルトランは、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身の、元プロ野球選手。1996年、アマチュア FA で、シカゴ・カブスに入団。2002年6月28日、メジャーデビューを果たす。2004年シーズン途中、モントリオール・エクスポズへ移籍。2006年は、ワシントン・ナショナルズ。2007年は、 ボルチモアオリオールズ参加のマイナーでプレーし、メジャー昇格には至らなかった。2008年にデトロイトタイガースへ移籍すると、3年ぶりにメジャー昇格を果たす。2009年は当番がなく、2010年は独立リーグであるノーザンリーグのカンザスシティ・ティー・ボーンズと別の独立リーグであるアトランティックリーグのヨークレボリューションでプレーした。2011年は ヒューストンアストロズ参加のトリプル a でプレー2012年は、ボルチモアオリオールズへ移籍し、参加のトリプル a でプレーしていた。同年6月16日、ベースボールチャレンジリーグの群馬ダイヤモンドペガサスに入団したが、9月5日に自ら対談を申し入れ、任意引退となった。ありがとうございます。